運が悪かったんだよ。お前らは。あ、ごめん。ぼっとしてた、ぼっとしてた。ということでね、最近まーちゃんがですね、東京に行きたいとしきりに言っております。ですが、なかなか東京に連れてって行ってあげられないのが現状でございます。何かいい方法はないかな、何かいい方法はないかなって考えた時に、降りてきました、アイデアが。イエーイ！現実で連れて行ってあげられないなら、疑似体験してもらおう。今日はゲームで東京の歌舞伎町を体験していただこうかなと思っております。まーちゃんおいでー。今からね、うん、東京に行きます。そうなんですよ、東京に行きます。東京に行くから、うん、ちょっと2階行こっか。なんで2階から東京に行ける。2階に行った。まあまあまあ、そんな感じ。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。あ、ポチッとな。東京行くのに部屋なの？から東京に行けるの。ゲームの世界に入るってこと？そう。がっかりしとるじゃん。はい。あ、ちょっと待ってね。そりゃそうだよね。まず入り口まで走りますから。どうですか？ここが歌舞伎町です。あ、お疲れ様です。パチンコ行きたい。パチンコ行きたいってあった。あ、やばい。ちょ、目、はい、目見せて。見ない方がいい。見ない。暴力シーンは見ないで。暴力シーンは見ないで。ご飯食べよう、ご飯。本当の人間っぽい。本当の人間なの。注文して。なんか食べたいの。すごいね。いいの。うん、なんかいいよ、なんでも。牛丼並み。得意とけ、得意とけ、得意とけ。うん。これ？うん。いやー、ちょっと歌舞伎町のゲーセンは危険って。こういうのできると？できるってよ。おーおー。行ったんじゃない？おいけいけいけ。すごい。いけ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 。あ、へえ。わあ。東京楽しかろう。ゲーセンは熊本にもあるっしょ。あ、え、プリクラすら釣れない。プリクラはこの時代ないかもね。え、あったよ。あった。メガバイのプリクラは。これプリクラじゃないのよ、まーちゃん。ここがね、有名な歌舞伎町のホストの看板なのよ。人生経験で行くのはいいけど、ハマるのは危険だね。ほら、こういうお兄さんがいいんだよ、こういうの。どう？タイプ？タイプじゃない。こういう、このちょっと上のチャラいお兄さんはタイプ？むしろこの主人公みたいな人の子がタイプ。もうびっくりした。びっくりした。東京の感想はどうだった？楽しかった。あ、じゃあいいね。歌舞伎町行きたくなった？歌舞伎町はいいかな。ああ、山の神を凝らしたらダメだよ。山の神を凝らしたらダメだよ。山の神を凝らしたら怖い怖いぞ。